あれ？ごめんなさい。もう一回行きます。これ炊けた？はい。はい、行きます。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。終了。終了。はい、停止、停止。ではスマートフォンを回収します。収録中いじっちゃダメってことですか？回収したい。いじんない。じゃあ初詣終わったら返すって約束してくれますか？大丈夫。いや、私この初詣のためにさっき名古屋から帰ってきたんですよ。決まってる。マジかよ。食べて来年に向けて。伸びちゃったよ。騒がせしたから。確かに挨拶だけなる。うるさく。起きたらライブ会場に行ってすっぴんパジャマでライブできるかみたいな。てか携帯返してもらうよ。確かに携帯返したよ。山町。これを真ん中でそのまま置いてください。どういうこと？そうじゃない。ああ、そうそう。表。には1月2日に Spotify オーベストで行われるギャングパレード再始動のライブに向けての練習を進めてもらいます。1月2日15時までに10曲仕上げてください。最後、皆様と遊び人が無事最高の遊び場を作られるよう心からお祈りいたしております。これをだから携帯見れなかったけど、これもう見てる人がいるかもしれないってことですよね。その YouTube 嘘 YouTuber デビューは嘘嘘生まれる振り付けが多い。1曲目やから。あれ見たの？料理。今何時ですかね？今8時半。だから9時から今この TPG が始まってもまあギリいける。私、はい、人生で初めてこんなにけなしそうな、今夜が一番かもしれない、マジで。やばい、もう今、脳みそが終わって。全然深夜2時って言われても信じる。太陽見ないと気狂うって本当やなこれ。気になった。元気になった本当に。ありがとう。まあめっちゃいい匂いする。サンプラザ、中野サンプラザはイメージは終わり、今回は始まり、すごく楽しみです。いろいろチャレンジできることもそうだし、ヤンパラの曲がまた歌えることが一番嬉しいし、遊び人に会えることが一番嬉しいから、すごいワクワクは止まらない。一日ってこんな長いんだなって思いました。どうなってもちょっと楽しみになってきました。自分がギャングパレードっていう存在としてこうしてまた活動ができるっていうのも夢みたいだなっていう。これからめっちゃ楽しみなことが始まるんやって、そう捉えてくれるような感じに日になったらいいなって思ってます。なんかキャントストップやってる時にすぐ手つなぐから、常に誰かの顔が見えるじゃないですか。その時なんか、あ、私はこの人たちと一緒にキャンパレになるんだなって思ったら、なんかすごい緊張して胃が痛くなりました。でもキャントストップでやっぱ手つないで踊ってる時に、あ、すごい楽しいなと思ったし、メンバーで並んでるとなんか、あ、ギャンパレなんだ私もっていう感じがします。ラストとあとブランニュー1曲で終わりなんですけど、結構しよう。やばい、もうこの時点でダメだ。もうやばいやばい。この時点で自分がやばい。一番やばい。何時間ぶり ？30 時間以上ぶり？なんか変な顔。逃げれるよ今本気出したら。本気出したら逃げれるよ。でもライブは早くしたい。ライブしたい。でも時間は欲しい。はじめまして、私たちエンジョイプレイみんなの遊び場ギャングパレードです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。おめでとうございます。ギャングプレードが再始動、本当だったんですね。だってもさ、本当にでもさ、ステージ立つまでさ、わかんないじゃん。この盛大なドッキリかもしれんよ。やばい、やばいですけど、まあ、その本当に頼りになる人が7人もいるので、1人につき2人以上もいるので、安心してパニックになったら一度停止して連れて行ってもらおうと思ってます。ハッピーラッキーそう。で最後はパレード2022年再始動させていただきました。パレードは続くはお辞儀をしたいです。ね、終わってないのに。終わってないのに。行きましょう。頑張れ。しい。